孫忠坊。関心淘汰。孫権、あざ名は忠坊。孫権の子で孫策の弟、孫昌公の兄である。慎重で思慮深いが、孫家に伝わる勝負の心を備えている。孫権は反董卓連合軍に加わった父に従い、洛陽に遠征。戦いを終えると調査への帰路に就いた。孫権、伝国の玉璽、確かに貴重な宝には違いないのだろう。だが嫌な予感がする。あの玉璽は孫家に災いを運ぶのではないか。いいもの揃ってますよ。ありがとうございました。馬がご入り用で。またお待ちしてます。
へい、いらっしゃい。毎度どうも。いらっしゃい。毎度どうも。
また会ったな。今は何か音がしなかった。孫権を捕らえろ。他の者は殺して構わん。玉璽だ、玉璽を奪え。玉璽が目的か。よい、まずは敵兵を蹴散らすぞ。敵に制されたはまずいか。よし、俺たちはここの守りにつくぞ。行くぞ。俺たちの獲物はあの場所よ。なんだこいつら、強すぎる。高等の虎、孫権殿ですな。剣術で母上をさらうとは卑劣にも程がある。我々の手で必ずや母上を取り戻しましょう。目標は決まった。いざ進軍開始。ひとまずあの辺りを押さえておくかの。者ども、かかれ。
行くぞ。俺たちの獲物はあの場所よ。命令通り炎術に玉珠を渡してきた。そう、目標は決まった。いざ進軍開始。この地を今より私の管轄下とする。でもよ、本当に良かったのか。賭けよ、大式虎たちよ。流氷を打ち倒し、常陽に我らの武を示すぞ。今まで我ら孫家は奴に翻弄され続けてきた。だが、それも今日までだ。これまでの不義、その命にて償ってもらうぞ。となし、曹操を防ぐか。周瑜と露宿の知略は、私に勇気を与えてくれる。だが、甘えてばかりもおれん。孫悟の主として、私が皆を導かなければ。問題はどこへと導くかだが、今は一歩ずつ進んでいくしかあるまい。まずは目の前の高祖討伐だ。早速皆と合流するとしよう。みんな揃っているな。
劉頭じゃない。野郎ども、狙いは大将首だ。雑魚には構わず突っ走りな。さて、そろそろ行かなきゃね。敵さんの痛いとこ、ちょっとしましょうか。不利な局面だが、知略で跳ね返せ。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。さあ、行きましょう。私たちで要所を落とすわよ。こいつは思っていたよりやりやがるぜ。ここらで引いとくか。野郎ども、ずらかる準備だ。殿、お怪我。旧敵コースを打ち、孫悟の明日を切り開く。皆力を。劉備亡き後、蜀ではその子劉禅が帝となった。諸葛亮ら中心は劉禅を支え、国内の立て直しを図る。魏の侵攻を退けると、憂いであった南中の制圧にも成功した。一方呉は医療に攻め寄せた蜀軍を撃退。諸葛亮より再び同盟を持ちかけられると、これに応じた。すべては天下を目指す魏に対抗するためである。その間にも魏は内政に力を注ぎ、国力を蓄えていた。来る五色との戦いに万全の体制で臨むために。邪魔するぞ、関東。これは、殿。こんなところですが、どうぞ、遠慮なく。つきものが落ちたような顔をされてますな。そうか。自分ではよくわからんが、確かにここしばらくは、随分と思い詰めていた気がする。殿は曹操になろうとしていたのでは。孫悟を守るため、強くあるためと。私が曹操かもしれんな。弱く心揺れる君主では皆を守れんと思った。故に力を求めた。天下へと進むための力を。だがそれは私が本当に望むものではなかった。関東、病はもう癒えぬのか。俺が新鮮であればもう少し殿のそばにいられたんですが。思えば随分遠くまで来たものだな。殿の臣として生きたことは俺の誇りです。行くな、関東。私にはお前が必要なのだ。何の才も持たぬ私には。殿、何の才もないのは俺の方です。定府殿ほどの意味もなければ、郊外ほどの部もなかった。
あの二人のようになれたらと、なんとも思いましたよ。ですが、自分以外の誰かになどなれんのです。自分はどこまで行っても自分でした。今は誰かになりたいなどと思いません。俺は俺なりに仲間たちとこの時代をかけた。それで十分です。殿、あなたは孫文代でも孫白府でも、ましてや宋孟徳でもない。弱く臆病で迷い続ける、しかし情に熱い我らの殿、孫忠謀関東、思う存分かけられよ。行った者たちの分まで。俺は少し休みます。もう十分駆け回りましたからな。あ、帝府殿、郊外ありがとう、関東。さらばだ。殿、魏軍は高陵から去りました。ですが、その脅威は未だ消えていません。呪春には大軍を要す早急が駐留し、こちらへの侵攻の機会を伺っています。うん、だが下手に攻めれば合皮の二の舞だろうな。リクソン、お前ならばどう対する？医療で職を退けた時のように、敵を孫悟の領内深くに誘い込んで分断撃破、これが常道でしょう。ですが今回は誘い込む方法がまだ。覚えているか、リクソン、かつて郊外が偽りの投降で魏軍を赤壁に沈めたことがあった。確か苦肉の策でしたね。周遊殿たちが発案したと聞いています。そうだ、覇陽大使周邦に命じ、魏軍に偽りの投降を持ちかける。それを信じて覇陽を奪いに来た早急を待ち構え、これを打ち破る。なるほど、お見事な策です。私が考えたのではない、皆が教えてくれたのだ。これまで孫悟、私を支えてくれた者たちが。そうですね、先日の関東殿のこと残念でなりません。あの人のことだ。今頃先日の戦のことを郊外殿たちに話してるさ。俺が目立ったんだぞってな。そうだな、あの世で見ている者たちに恥じぬよう、生きている我々も奮戦せねばな。皆行くぞ、この戦いで魏軍の脅威を打ち払う。だが決して無理はするな。私には皆が何よりも大事なのだ。殿は大丈夫みたいだな。ああ、穏やかでありながら力強い、そういう声を。どうやら以前の孫権殿に戻られたようだな。きっと関東殿が孫権様のお心を縛る何かを解きほぐしてくださったのでしょう。天下を取るためでも誰かを討つためでもない、皆を守るために義を撃退する。
皆さん、策の手はずについてはよろしいですね。ああ、周報に偽りの投稿をさせて義軍を誘い出すんだろう。そして迅速に蹂躙する。天を切り裂く雷槌のごとくだ。早急さえ打てば敵は総崩れになりましょう。だが葬儀の陣営には芝居がいる。この戦、楽には勝たせてもらえまい。そうですね。義弟宗妃が亡くなった今、義の実質的な指導者は芝居です。最地に長けた方だと聞きます。こちらの策が見破られないよう細心の注意を払ってください。大丈夫だ、リクソン。こっちは孫悟の役者が揃い踏みだ。葬儀の連中に一泡吹かせる大芝居、俺たちみんなで打ってやろうじゃないか。今こそ孫悟の天下を引き寄せる好機。早急率いる義軍を倒しましょう。これより隊形の実行にかかります。周報殿が命を懸けた策、失敗は許されません。道を間違えたのか。だが俺も見逃せるほど甘くはないぞ。勝利するためにな。敵将打ち取ったり。熱風火炎陣。
を見せて。しかった。申し訳ありません。呪心は落ちました。これこそ孫悟の結束の勝利です。殿、義軍は壊滅状態となりました。この戦、我ら孫悟の完全な勝利です。ああ、これほどの大勝利は赤壁以来だな。よくやってくれた、リクソン。葬儀の脅威はここに消え去った。皆、勝ちどきをあげよう。なかなかの大芝居だったな。やはり孫悟には役者が揃っている。郊外殿もあの世で褒めてくれているだろう。うん、敵の狼狽する様、霧の中でさまようがごとくであった。リクソン、今回の功労者は周宝とお前だ。何か望みがあれば聞こう。私の望みでは、一つお願いしてもよろしいでしょうか。ああ、申せ。では、殿、どうか御帝となることをお考えください。御帝だと？すでに官室はなく、禅城により天使たる権威は義帝へと移っています。職の龍禅もまた先頃職邸を合しました。三国の中で帝を合していないのはもはや孫悟のみ。今こそ御帝を名乗り、新たな王朝をお開きください。殿を帝に推しいただき、孫悟の天下を迎える。それがここにいる皆の、いえ、これまで戦ってきた者全ての悲願です。未だ天下が定まっていない中、性急な話であるとは承知しています。ですが、いや、そんなことはない。お前の考えよくわかった。私は帝となろう。殿。いいんですか、殿。天界の道のりはまだまだ遠いと思いますよ。私は天下を望んだ。それが皆を、孫悟を守ることだと思ってな。だが、天下という器を求めた先に皆の安寧があるのではなく、皆があって天下がある。いや、皆こそが私にとっての天下だった。その当たり前の事実にようやく気づいたのだ。皆が私を帝にと望むなら、私は喜んで帝となろう。殿、では。ああ、今この時より私は御帝を合す。義と職に知らしめよ。口頭に孫悟の天下ありと。職の使者よ、遠路はるばるご苦労であった。孫権様におかれましては、ますますご精鋭のことお喜び申し上げます。我が君は今後も孫権様とは変わらぬ遊戯を交わす。ありがたいことだ。龍禅殿によろしく伝えてくれ。して龍禅殿は我らに何をお望みか。はっ、この度我ら職は北伐を行うこととなりました。義を攻め、奪われた漢の領土を奪還します。孫悟の皆様にはこれに呼応し、合肥を攻めていただきたいのです。合肥か。かつて五色が手を携え、
東西から葬儀を攻め、その時の戦場も合肥であった。我ら孫悟はかの地で手痛い敗北を喫した。あの時の危機を思うとやすやすとは動けんな。ところで使者殿、帰国には選手の妻孫昌公なる者がいるはずだ。元気にしているだろうか。はっ、ご息災であられます。そうか、ならばよい。帰国の要望は分かった。龍禅殿に伝えてほしい。我らは名を守り義を攻めようと。はっ。皆聞いての通りだ。我らは蜀の北伐に呼応し、殿、葬儀は合肥の地に新しく城を築き、こちらに圧力を加えています。この新城を攻め落とし、魏の領内への進行路を確保するのがいいでしょう。よし、ニクソンの提案を採用する。ですが、葬儀の合肥新城はこういう時のために築かれてるんでしょ。そう簡単に落とせるもんでしょうかね。落とせずともよいのだ。え？孫権殿、何を言い出すのです。いや、すまない。義の力を削ぐだけでも孫悟の守りに資する、そう言いたかったのだ。そういうことですか。安心しました。なら俺は御帝の臣として働くまでです。義を倒し天下を取る。腕が鳴るな、周太。おう。孫権様。合肥新城を守る満朝は守勢に長けた将ですが、我らは負けるわけにはいきません。この戦に勝ち、孫悟の天下を押し広げるのです。その通りだ、リクソ。俺の心は今激しく燃え盛っている。烈火のごとくだ。おい帝王、俺のセリフを取るな。どこかで見たやりとりだな。そういや、関東殿や郊外殿がそんなやりとりをしてたっけ。先達は去り、今戦場に立つのは俺たちだ。せめて笑われないよう戦わないとな。とどこつどけと。うん、そうだな。勝って皆で帰るとしよう。孫権様、一つ伺ってもよろしいでしょうか。なんだ、蓮氏。合肥新城を落とせずともよいと孫権様はそうおっしゃいましたね。一体どのような意味なのでしょうか。殿、実は私も気になっていました。魏を倒すには合肥新城の攻略は避けて通れません。まさかいずれまた義と組んで蜀を攻めるとか。いや、すまない。皆に不安な思いをさせたな。私はただ考えていただけなのだ。これから先孫悟がどうあるべきか、戦を重ね天下を目指すのがあるべき姿なのか。蜀との命を守り、義との均衡を保つ、三国定律の下での共存、そうした道もあるのではないかと考えていた。三国での共存ですか。私は父上から孫悟という家を受け継ぎ、兄上から天下という夢を託された。それから無我夢中でかけてきたが、今巨神になって思うのはただ一つ、
孫悟というかけがえのない家を守る。それが私にとっての天命だ。殿。そのために今は合肥新城を攻める。たとえ城を落とせずとも孫悟へと向く義の力を削ぐことはできよう。結果として孫悟を守れればよい、そうお考えなのですね。そうだ、孫悟を守ることが皆の思いと命とに報いる道だと信じる。これまで本心を語らずすまなかった。それでも私についてきてくれるか、我が家族たちよ。そんな風に言われちゃ何も言えませんって。今更の頼みです殿。俺たちは御帝の臣、何なりと命令してください。殿の道は俺が切り開きます。鋭き矛のごとく、そして固き盾のごとく、全力私も共に戦います。いつまでもどこまでも。殿、この陸白玄、これからも神明を通して皆ですが、戦う以上私は勝利、天下に向かって進みます。よろしいでしょうか。ああ、リクソン、それもまた孫悟の皆のためとなろう。思う存分やってくれ。では合肥新城を落とすため持てる全てを尽くします。父上、兄上、私は自分の道を行きます。孫権様、どうか皆に号令をお願いいたします。行くぞ。合肥新城の葬儀を攻め、孫悟の未来を切り開く。孫悟の国としての歩みはこの戦から新たに始まる。父上、兄上、私の戦、とくとご老中。守らねばならん。狙いは定まった。敵の足場を崩し戦意を損。ゴンネ、何をこそこそ動き回っている。この俺が片付けてくれよ。しまった、見つかったか。我らの任務の邪魔はさせん。なかなかやりおるな。弓兵部隊構え、見かけよ。俺しくじったか。この怪しげな動き止められぬと。ありがとうございます。おかげで使命を全うできます。我らは合肥新城攻略の準備をしていました。工場兵器を建造していたのです。
孫家の誇り貫いたまでだ。孫家様、敵将討ち取ったり。孫家様、虎のごとき分お見事です。ミカさんが派手にやってるようじゃ、わしらも加わるとしようかの。僕らの吸収だと。家計の準備をしていると悟られたか。伝令、当地に家計の資材が蓄えられているようです。番長殿の秘策、邪魔させようものか。呪春へ援軍を要請せよ。家計のための資材をすべて奪取しました。資材を奪われちまった。これじゃあ満潮様ご考案の家計は無理だ。十分な資材を奪取できました。義軍の家計を阻止できるでしょう。孫家の誇り貫いたまでだ。あなたの部には乱れがない。悠々と流れる大河のごとくですね。左右しうる。私たちで守るぞ。今なら落とせると踏んだんだろうけど、
この城の防備を甘く見てもらっては困るな。熱風火炎陣、この機を逃してはならぬ。一気に合皮心情を落とすのだ。ねえねえ、宝印様の勝者部隊戦場に到着。天命勝者部隊合皮新城正門前に到着。援軍到着まで耐えられるはずが、まさか私の見込みが狂うとは。天命尊敬様、大軍です。北部より魏の大軍が接近中の模様。ここまで来て。だが戦果は十分。今は引くぞ。申し訳ありません。あと一歩、あとほんの一歩だったのです。ですが届きませんでした。この戦いに勝てば孫悟の天下が見えたはずなのですが。リクソン、お前にとって孫悟とは何だ。それは私が生きる国そのものです。ならばお前にとって天下とは。それは私たちは流行りすぎていたのかもしれんな。華北、中原、青龍、覇色、天下のうちとされる地は広いが、その多くについて私たちは語る言葉を持たぬ。だが高等のことは全て知っている。我らの国孫悟のことを。合皮を奪えれば国は大きくなったろう。だが私はそれよりもこの戦によって孫悟の危機が薄らいだことを良しとしたい。殿、御帝、この帝とは我ながらよく称したものだ。帰ろう、我らの国へ。孫権は合皮新城の戦いに勝利した。だが彼は合皮新城を奪わず全軍に撤退を命じる。領土を拡大することが重要ではない。孫悟の皆と国が無事であったこと、孫権にとってはそれが何よりも喜ぶべきことだった。ご丁孫権、彼が幾多の悲しみと戦いを経た後に見たものとは。みんな待ってくれ。
私も、私も。尊敬様。まったく、私はいつまでも甘えてばかりで。え？大丈夫だ。父上や兄上の背中を追うのはこれまでだ。私は私の道を歩いていく。皆と共に。